味でも品格が作れます。何段の方でも鳥海は同じです。かっこよく、男性の方はかっこよく、女性の方は美しく鳥海の姿勢をいたします。この時に普通に持ってしまいます。そうすると肩も上がってしまうし、いやもうこっち向いたあっち向いたしてしまいます。これは弓を引くための準備運動です。小指を締めてぐーっと、これは鏡を見てやってください。手の位置が一緒になるように矢の角度、これがどうしても弓は持って矢も持つとこうなってしまいます。私がそうだったので、受けるように小指をキュッと締めて、こういうふうにならないように、こうやってならないように、美しく、男性はかっこよく、グッという姿勢になります。今はこういう状態で矢を持っていますけれども、ここを持つ方法もあります。それは足踏みも違います。これ結構難しいです。ここで支えて、この矢尻を隠すと言います。ここまで隠してしまうとちょっと難しいので、前から見て隠れる程度が私はいいんじゃないかなって。で、必ず小指をキュッと締めてください。こういう状態でこれをキープする。こうじゃなくって、こうでもなくって、こうならないように、これを鏡を見て何分できるかな。10センチ、弓の矛先は10センチ上げたまま、何分我慢ができるでしょう。10分やってみてください。矢が下がらないように10分やってみると、結構その筋肉が弓に必要な筋肉なので、準備運動としても使えると思います。